あれが映ってる。はいどうも。やばいやばい、 YouTube 見すぎ。水本さん好きすぎて完全に今映ってたね。ということで、雫公演無事終わりました。いやー、もう髪の毛は取っちゃったんですけど、今日はツインテールをしていました。お昼にこう何がいいですかって聞いたら、結構ツインテールっていう意見が多くて、でまあハーフツインとツインテールと三つ編みで迷ったんですけど、結構三つ編みっていう声もあったりしたので、そう迷ったんですけど、あのメイクさんと相談して、最近確かにツインテール見てないかもってなって、ツインテールをさせていただきました。はい、ドボンのハートがもうすぐで CM 回復を、じゃあ私あの12時までやるので、ドボンも多分12時までできるから12時までやるつもりてかやるので、ぜひあのハート回復したらマッチしましょう。まあ久しぶりの今日は雫公演だったんですけど、すごいなんかなんだろう、すごく本当になんていうんですかね、脳みそと頭は一緒か、脳みそと体って本当に覚えてて、なんかもちろんその練習はしたんですけど、でもその練習もなんかポワポワでいいぐらいちゃんと体に入ってたので、そうあの良かったなと思います、本当に、うん、MC が良かった、トークが良かった。トークが何が良かった、トーク逆に、え教えてほしい、もっとなんか参考にしたい、なんて参考にしたいっていうか、もっとなんかあこういうことを喋ったらいいんだっていうのが、そのやっぱ分かりたい、この辺が良かった、何どの MC が良かった、あー MC の和気あいあい具合会話のキャッチボールができてた、なんかね今日の MC は確かに、まあなんかそのもともとなんて言うんだろう、いつもは私がその前の列なんですよ、最初の MC だから、なんかあんまりそのもうとにかく着替えに行かなきゃいけないから、特に B 公演とかあの K の時もそうだったけど、着替えに行かなきゃいけないから、その前の人は早めにしようみたいな風潮なんですね。だからあんまりそこの MC ってなんか人と絡んだりすることないけど、今日は割となんか食べたいものとかの話だったから結構絡めましたね、みんなと。サプライズレバーさんミラーボール4つありがとうございます。パンダさんミラーボール2つありがとうございます。ひょんちゃんは人にパスするのがうまい、どこがうまかった、リンゴのとことかラーメン、何の話がうまかったんだろう、
待って、今ミラーボール今何個来てるのか分かんない。4たす2で、作太郎さんミラーボール2つありがとうございます。4たす2たす8、三両の話もよかった。おーよかった、それは嬉しい。三両何話してたっけ。あー、好きなキャラクターとかの話かしてましたね。え、そう、あのボンボンリボン、あのさっきめね、あれをお手紙を読んでたんですけど、あの前回の多分お手紙をそのボンボンリボンちゃんの便箋で書いてくださっていたファンの方がいてくださって、私がその前回そのお手紙を持って帰るのを忘れたわけじゃないんですけど、あのちょっと量が多かったから、お手紙の量っていうかプレゼントの量が多かったから、そのこれはまた後日持って帰らせてくださいって郡司さんに言った方の袋にお手紙を間違えて入れちゃって、そうだからそれを間違えずにちゃんとその時に持って帰っていれば、私はカレンちゃんのボンボンリボンちゃんにちゃんと反応できたのにと思って、もう本当にそこがもう悔しかったです。はい、とってもごめんねカレンちゃん、あカレンちゃんって言ったら怒るんです、ごめんねカレン。じゅんちゃんさんハートありがとうございます。公演終わった後バツマルくんってやつ調べましたあの私がいつも羽ピンでつけてる黒いやつです。そうあれバツマルくん、集合写真の時キョカタムにネタ振りが無理くりすぎてキョカタム笑ってたそうもう雑な無茶ぶりをしてしまいましたけれどもすいません。今日の47でカレンちゃんが思いっきり間違えてて笑ってしまう、そうなの、知らなかった。ちょっと後でオンデマンさん見ますね。ミッフィー、いやだってミッフィーあの表情がないキャラクターが好きって私言ったじゃないですか。でもミッフィーちゃんとかって言えないじゃん、サンリオの話してんのにミッフィーの話するんかいこいつみたいになるから言えねえと思ってそう、まあキティちゃんが一番好きなんですけど、まあ、一番サンリオの中では一番好きで、そうだからお口チャック、お口バッテンミッフィーちゃんしてました。カレンちゃんが立ち位置行方不明になって、そうなんだ。でもね言ってたんですよね、楽屋で、楽屋が隣だったんですけど、意外と47とかやばいかもみたいな、47今日リハやってなくて、47とか意外とやばいかもって言ってて本当にやばかったんですねまたオンデマさんで見ますわ。12時になったら見れるかな、わかるかな、でもさすがに映してないかなパンダさんは、ハートありがとう。あとあなんか一通りちょっと喋った後に歌いますね。ハッチが一瞬出てきてくれて嬉しかったです。あれちゃんと聞こえました、聞こえてたかななんか全部京香ちゃんに持ってかれたんですけど、最後世界の終わりですって言って全部持ってかれたんですけど、でももうもう B ちゃんたちがいたから、もう本当に私もあそこの MC めっちゃ参加したかったんですけど、そうだからちょっとそのロイヤルゼリーは女王様がって喋ったら世界の終わりだった世界の終わりでした、うん、まあでも2ヶ月前のものがこうしてお話できるのはね嬉しいですね。そう、うん、あとは久しぶりに、なんか久しぶりにガチ制服を着ましたね。なんかあ
ハルピオンの MC のところでもキスマイ、なんかラーメンの話をしようってなっちゃったから先に。キスマイエイトの話私もしたかったんですけどね。そう、ラーメンの話をしたかったっぽくてみんな。そうなんですよ。だからラーメンの話をしました。ともゆきさんハートありがとう。今日はプレゼント全部持って帰ってきたので、ちゃんとキャリーに詰めて明日以降にまた開封はしようと思います。はい。ちゃんとラーメン、えらい。みんな可愛い。なんかさ、インスタで今質問箱で質問箱っていうか感想箱みたいな感じで感想を皆さんから募集っていうか集めてるんで、ぜひ皆さんしてほしいんですけど、そこになんか今日はラーメン食べて帰りましたっていうコメントが多くて、めっちゃみんな可愛いと思って、そう。そう、私がなんか今日多分これを見てくださった方も皆さんね、ラーメン食べて帰るんだと思いますよみたいな話をしたら、もうなんか今日もうラーメン食べますみたいな、もう可愛いみんな。やばいやばい、自分より年齢多分上の方が多いのに可愛いとか言って。可愛い。ちなみに私の今日の夜、あ、間違えた、お昼ご飯はラーメンでした。ラーメンを今日は食べました。はい、美味しかったです。なんかラーメンの日って知らずに今日ラーメン食べたってか、その別のお店に本当は入る予定だったんですけど、そこがすごく満員で、そう、列があって、わこれは無理だと思って、そう、これ入ってたら雫公園にっていうか、もともとこの時間に劇場に早く入りたいですって言ってたから、マネージャーさんにその時間に入れなくなってしまうと思って、さすがにそれはやばいってなったから、そう、そこには行かずにその別のラーメン屋さん、その近くのラーメン屋さんがあったんで、普通にラーメンの日って知らずにラーメンに入ったんですよ。そうで、まあラーメン食べてごちそうさまでしたってして、まあね、それでその後、まあ普通に劇場行ってる、自分の自主練とかするじゃないですか。そしたらその終わって、まあツイッターをなんか見てたら、7月11日はラーメンの日って出てきて、と思って、ラーメン食べた食べたと思って、そう、テンション上がってました。言わなかったけど今日、うん、雫の前はご飯食べてもいい、なんならラーメン爆食いした。そう、雫は基本お腹が出る衣装がないので、どんだけポチャポチャでもバレないんですよ皆さんに。はい、そう、どんだけポチャポチャでも皆さんに呼ばれないので。富山のラーメン屋さんは末広軒っていうところなんです。柳の下末広軒っていうところなので、皆さんぜひ、ちょっと SNS で言いますって言ったから言わなきゃ。そう、美味しいワンタン麺があるので、ぜひ皆さんワンタン麺食べに富山に来てください。いつでも。削り竹兄さん、ミラボールありがとうございます。9ミラボール9個目。ちょっと待って、ちょっと早めに聖地ワンタン麺、ワンタン麺投稿しなきゃ。
でもさ、麺、ワンタン麺めっちゃラーメンだからあったかいからさ、最近行ってない。え、最後いつ行ったんだ。待って、めっちゃ昔じゃん。嘘でしょ。そんなわけは。これだな、髪まだ長い時に行ってますよ。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。末広軒っていうラーメン屋さん大好き、ここ。え、これそうだよね。そうです。どの写真にしよう。これとこれと。なんか違うんだよな、私が載せたい写真は。3月、最後そこ。あー、わかった、そういうことか。醤油系です、ワンタン麺。行きつけ、結構結構好き。富山ブラックではありません。どこの支店、どこの支店。どこの支店、支店。ちょっと待って、うなぎの下。あ、この日も行ってる。ちょっと椅子の写真みたいな写真出てくるけど許して。この時の顔キモ、無理やばい。自分の昔の顔がちょっと嫌すぎてキモいとか言っちゃった、ごめんなさい やばい。本店がおすすめ、ママから。本店です。ただ、駐車場がちょっと大変かもね、いろいろ。そう、3月に4ヶ月前に行ってます。ツイッターに載せるよ。ちょっとドボン、ごめん、一旦待って。ドッポンタイムって言ってんのにごめん。そうですね、お店の中そんなに広くないかも、結構狭め。うん、だから台湾の中のお店じゃなくて本店さん。もちろん台湾の中のお店のところもやっぱ、でも本店が好きですね私は。うん、私もパパもママも本店が好きです。公園でおすすめした末
末広健。さんのラーメンです。ラーメン、いやもちろんなんか富山ブラックって言うべきなのかなとも思ったんですけどそう思ったんですけど、そうでもやっぱり富山ブラックよりも私はこのラーメンをめっちゃ食べるうん、富山でハルピアの聖地巡りをしたい場合は車必須。そうですね、だから富山を移動するにはやっぱ車必須かも。うん、車出せるピョンズ、あやはちゃんを聖地巡礼させてあげて頼んだよだよ、あの車ちょっと免許まだ持ってないんだとか、富山運転するの怖いなっていうピョンズの皆さん、誰かに頼んでくださいやば、誰かに頼んでくださいはやばい。いや末広健さん多分やってないよな、ツイッターとか。えやってるんですけど、これ本当本物のアカウントかな、ちょっと言ってるかもしれない、ちょっと調べる。えどうなんだろう、わかんな、本物かな。でも1個しかツイートしてないからやめとこ1個しかツイートしてないからちょっとやめとこうかな。いやタグ付けしようかなと思ったんですけど、いやでもなんか営業日のお知らせしてます、2021年7月に、1年前にちょっとでも一応このハッシュタグ柳の下だけつけとこう。うん、えママ末広健、柳の下、柳の下末広健どっちここで聞くなよ、 LINE で聞けやママ教えて。ちょっとマクミクさんハートありがとう。えどっちって聞いてんのにどっちってハテナで帰ってきたんですけど、どっちって聞いてんだよもういいや、柳の下末広健さんのラーメンです。めっちゃ美味しいワンタン麺、いつもラーメンのお供におにぎりです。マジ髪長い時の自分だからちょっとおもろい。ついた。パンダさんハートありがとうございます。作太郎さんハートありがとうございます、もう一人、あれもう一人、ユンチョマルさんハートありがとうございます。ハルピョンといえばボテヤンのイメージある。ボテヤンあります、合ってますよ。ボテヤンはサインあります。ボテヤンさんでこの間普通に、まあ普通にね、何も言わずに何にも言わずに普通にただあれを買いに行ったんですよ。
お好み焼きを買いに行ったんですよ。そう、そしたらその店主の方というかお店の方に、あのまあ私がね、あの自分のサインを写真撮ってたんですけど、そう、まあでもあれがとかは言ってないですよ。すごいあの結構上の方にあって、そう、それでなんかどのサインを撮ってるかもわからないぐらいの遠いところからこうやって写真撮ったんですね。で、まあテイクアウトにしたので、もう本当にお店の中いっぱいいっぱいだったからテイクアウトにして、あの注文した時にその写真撮ってテイクアウトにしようと思って、あのテイクアウトでお願いしますって言って、でまあ時間がねかかるので、作るにはちょっとマルートの中に行ったりとかして、まあ、時間を潰してたんですね。そうで、その注文の時はパパと一緒に行ったんですけど、取りに行く時だけ私一人で行ったんですね。そしたらそのて、あのいただく時にその店員の方に、あのAKB の橋本さんですかって聞かれて、いやもちろんそのテイクアウトだからさ、お名前を伝えないといけないじゃないですか、橋本ですって。そうで伝えて、まあ、テイクアウトもらいに行った時に橋本さんって言われて、あはいって言っていただく時に AKB の橋本さんですかって言われて、えもう本当に何年前なんですよ。そう、本当に何年前のサインなんです、私あれを飾らせていただいたの。そう、すごくない？覚えてくださっていて、そう、めっちゃ嬉しかったです。本当にすごく嬉しかったです。いや覚えてたのかは、まあ、でも覚えてないと聞けないですよね。確信がないとさ、急にさ AKB の橋本さんですかなんて聞けなくないですか。え嬉しいと思って、そう、とっても嬉しかったです。あのサイン飾らせていただいたのは選挙の密着の時に飾らせていただいて、そうそうそう、あいっちゃん KNB 見て、確かにそうかもそうマスクしてたなのに気づいてくださって嬉しかったです、めっちゃ。はい、そうなんですよ。でも超喜びでしたそう、もうあのパパにあのもらいに行ったよってパパに言った時に、ね、聞いてでお家帰ってママにね聞いてって、もうそういう嬉しいことはね、なんか何回でも喋りたいんですけど、あのめんどくさいことは一回にそう、あジュース飲みます。もうすぐでしたね、聞いてよ自ら2回喋りました。はい、ブラッドオレンジブレンドジュース、ブラッドオレンジにリンゴレモンを組み合わせました。うまっ、めっちゃ美味しかった、美味しかったじゃないやめっちゃ嬉しかったです。はい、これからもいっぱい食べたいと思います本当に大好きなんですよ私ボテヤンが。そう、なにコウスケさん、いや美味しかったですよボテヤンももちろん。コウスケさんお白タワーありがとうございます。せーの、白白白白白ありがタワーいいんですかこれ、ダメですね。いやなんかこういうのがあったんですよ昔、もう忘れた。タワータワーありがたわ、コウスケさんありがたわ、ありがとうございます、ありがとう、ありがお城タワー。今日初めて公園に行きましたがファンになり、嬉しい、ありがとうございます嬉しい、やった、ピョンズ一人増えましたよ皆さんありがとうございます。どの辺が良かったですか、まあめんどくさい人私ごめんね、どの辺が、あのもしもあの言っていただけるのであればどの辺が良かったか教えていただけると橋本の今後の活力になりますので、はい嬉しい、ありがとう
あの全然恥ずかしがり屋さんだったら全然大丈夫なんですけど、はい、嬉しいですね。やったでもね、今日お見送りの時になんか今日の MVP ですみたいな、なんかあのあれなんて言うんですか、パネルじゃない、なんていうの、スケッチブックじゃないけど、なんてフライヤーみたいなのをこう見せてくださった方がいて、多分その方が入ったら毎回そういうの、その今日の MVP の方にこうやってやってるのかなと思って、それを今日は私にしてくださって嬉しかった。 MVP です、私今日、あのその方にとって、イエイやったーって思ってました。はい、元カレですのセンターキレキレでかっこよかったです、ありがとうございます。なんか元カレですが良かった、嬉しい、ありがとう。なんか結構そのさっきも言ったけど、インスタのあれとかに元カレですのセンターがすごく良かったですとか、そのツイッターのリプラにも、あとは755とかにも結構来てたんですけど、あの私実はアイオンフェスで一度元カレですのセンターやったことがあったんですよ。そうだから、なんか頑張ってよかったねみたいな、頑張っててよかったよみたいな、覚えたんだねみたいな結構言われたんですけど、あの実は一回やったことあるポジションで、そう、まあでもその時にね、そのセンターをやってくださいって言われてやったからこそ今日こうしてできたこともあったし、そう、私が一番にストーリーに反応した気がするんですけど、そうでした、一番目でした。センター柱で見えない、だから言ったじゃん私なるべくセンターに入った方が多分いいと思うよって私言いましたからね、今日のお昼に。センターブロックにいた方がまああの曲とか見れると思うからね、私はちゃんと言いました。柱で見えないよって思いながらそう頑張った。ああ18順で千風呂空いてませんでした。ああそれはまあしょうがない、それはまあしょうがないそれはしょうがない。さあしゃあしょうはしゃあない、さあしゃあないわ富山弁、さあしゃあないわ。お昼の配信見れ、あーさあしゃあないわあ今日はピョンズめっちゃ下手にいた、いや上手にもいた、なんかむしろセンターブロック全然いなかったんですけど、全然ではないけど、いてくださった方はいるんですけど、でも下手上手めっちゃいた。待って、私の配信ってさ、あんまりなんかみんな興味ない、右から入って左に抜けてる感じか、まあピョンズの今日の抽選運が悪かったもちろんセンターブロックにいてくださった方もねいたんですけどうん、あれおかしいな。まあ、オンデマさんで見てください。今日の公演8とか、あ待って、こっち側にいた人たち、いた人たちって言って2人で来てくださった方ですよね、多分エイト君持って、大きめエイト君持ってく、持ってきた方たくさんいました。たくさんじゃないや1人、こっち側どっちですか、下手っていうの上手っていうの、上手にいました。正解、上手にいました、おっきめエイト君持って、2人か3人か分かんないけど、1人じゃなかったよね。オンデマで見てました、声がだいぶ低めかなと思って。そうなんです、私歌うとなんでか、なんかここで歌う時は
まあ、まずそのマリアとかの曲調がすごく低いっていうのはあるんですけど、なんかここで歌う時よりステージに立って歌った時の方がとっても声がもうグーンってなっちゃうんですよ。それはなんでなんですか？そうでも聞いたんです、そのボイトレの先生にも聞いたんですけど、なんか多分歌わなきゃ歌わなきゃって思って歌ってるから、そのもっとなんか喋るように歌ったらいいんじゃないっていうのを言われて意識はしてるんですけど、すっごくやっぱりいつも低くなっちゃう。なんでなんですかね。なんでなんですかね。これは本当になんでなんだろうと思って、そうなんでなんですかね。あ、すいません。そうなんですよね。マジでな、もう永遠の謎、私。うん。だからそのなんていうの、ボイトレの先生にもなんかね、あのね、なんていうんですか、聞いてもらうに聞いてもらえないというか、その聞いてもらってる時はなんかその普通の声で歌ってるから、ステージに立って聞いてもらわないと無理みたいな。ナターシャの低音はめっちゃ良かった。あら嬉しい。ナターシャぐらいが、なん私の音域はどこなんですか。重い女ということで、おいおいおい重いとか言うな。バカごめんなさい、バカって言いました、すいません。普段の話し声で、そうだからこの声で歌いたい気持ちはすごくあるんです。でも歌うとうーってなるんです。何がどういうこと。え、本当に永遠のマジ課題、これをクリアしないと。だから私の本当の声はおーなのかもしれない。うん、本当はこの声なのかもしれないです、私。あーでも大きく声を出そうとしてるな、確かに声がちっちゃいっていうのはあるから、大きくしなきゃって思っちゃう。え、むしろ高いとこの方が出るんです、私。見上げて、ん、待って、わかんない。高い山、ここは低いのか、最初は見上げていた高い山、約束の場所はいつも遠く見えるけど、ほらでもういってなっちゃうの。そうだ、どね、もう本当にこれはでも本当にボイトレの先生にも聞いたのに、低いんです私って、自己肯定感の低さがゆえ。つら、待って、ミラーボール9個来てたよね、歌うね、ごめんね。いや、マリアはマジで低い、本当に。あれはもう浅田由香さんが歌うものって感じ。え、対角線どこまで歌ってたか覚えてる人いない。はい、そんな辛い恋の対角線、きっといつかあなたに話せる日が。待って、ここ歌った、もうどこまで歌ったか忘れたので、ナターシャ歌いますね、すいません。ナターシャいいよって言われたから。竹蔵さん、ミラーボールありがとう。10個歌います。遥か彼方のシベリア目指して貨物船で巫女をした男がいた。ツンドラの地は夢もいてついて明日も見えない空、最愛の人を探して氷雪の上を
歩き続ける意味、私は君の名前を何度呼べば届くの、絶望の壁の先に君がいるはず、あ愛だけが生きてる理由さ。ほら、この声で歌えばいいのに、なぜかステージに立つとこの声が出ないんです。時はどれだけ過ぎ去ったのだろう、同じ景色が閉ざしている孤独の色、何も言わない優しさの奥の涙を知りたかった足跡との、あ、違った、合ってる、足跡と風の噂に終わり方を忘れたのか、最果ての恋、ナターシャ、僕の記憶が君の幻を見るよ、永遠の冬はずっと心迷わす、あ愛こそが未来の奇跡さ。10個分ありがとうミラーボール、結構歌った、あと大サビ、落ちサビと大サビしかない。スポットライト浴びると声が低くなる病、いやでもね、私ステージに多分今のこの話し声よりも多分ステージで MC をしてる時の方が声は高いんです。そう、ピョン様をお嫁さんにしたら毎日自分だけに歌ってくれる特典があるので、ミラーボール投げてください。夫にもミラーボール投げさせるやつ。ミラーボール1個で10秒歌います。ミラーボール投げてくださいね、夫になったら、歌ってほしいなら、はい、よろしくお願いします。はい、嘘、うわ、私が投げるとあれしちゃう、バーストしちゃうから、そう、むずい、何なんですかね、本当に一生わかんない。関係ないけどサヤリンとピョンちゃんの声の相性いいなって思う。いやっていうか私、いや多分あそこだと思う、アンチのあの歌でしょ、輝いたゴールまでいくつの坂があるのと、初めから自信なんてなかった私の未来じゃない、そこじゃない、いいなと思ったとこ違う、私あそこはね、なんかね自分で言うのもなんだけど割となんかちょっと明るめに歌えて、明るめかつちゃんと声も出せてる、いやなんか自分で言うと、いやお前そうでもねえぞって言われそうなんでちょっと怖いんですけど、下手なりには出せてるんじゃないかなと思うので、違うかな、他のところかな、ミラーボールより直接お小遣いとしてもらえばいい、確かに。確かに、ぴょんちゃん何が一番うまい、なんだ教えてくれ、褒めて、ハルピョンは褒めて伸びるタイプなのでたくさん褒めてください、アンチが一番うまいと思う、本当だから私多分あの音域なんだろうな、ダイヤ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 、ありがとうありがとうありがとう、大好き、大、え、おい誰推しだ。
私はでも私うんなんだろうむずいな。私のでも一番見てほしいのはあれです、ダイヤのままダイヤのまま。結構好きって言われることが多いんですけど、あのあれの表情何でしたっけ、さあサメユキ、はい、それです。マリアの歌い出しが今日はすごくよ、多分いや多分あれをもっと歌が上手なナナさんとかが歌ったらもっといいんですけど、多分私の中での良かったってことですよね。嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。永遠に言い続けて永遠に褒めてください。でも結構アンチの表情も結構気にしてて、歌詞によってなんかかっこいいかっこいいっていうか、ウェイソンドーンみたいな表情の時と、結構なんか2番の歌詞ってさ、アンチがんアンチのおかげで今は自分を知った感謝、見えない背中をそっと手鏡で見るようにっていう、なんかアンチの方に感謝、アンチの方に感謝って言うとあれなんですけど、なんかそういう歌詞じゃないですか。だからなんかそこはちょっとなんだろう、ズーンっていう目よりもなんかちょっとなんかありがとうみたいな顔したりとかしてるので、ぜひ、まあ、雫がね今後いつあるのか本当に多分しばらく待たないじゃないですか。今の7月末まで結構多分出てると思うんですけど、それ見てる限り多分ないので、あの次いつあるかわからないんですけど、また会った時にそこら辺とかも見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、そっからのあのアクシデント中の笑顔ね、そこをぜひ注目して。アクシデント中は結構後ろ目が多いからあんまりあれだけど、今日の MC の内容良かったです、ハッチのセリフぶっ込んでたとか、ありがとう。今日の MC めっちゃなんか私も楽しかったって感じました、すごい、うん、すごい感じた、とっても。来週が公演丸々ない、そうなんだ。まあ私はなんでないか知ってるんですけど言わないでおきますねはい、あそういえばなんか私のあれですよね今、いやお祭りベビーカステラ言おうと思ったんですけど、私もでもなんかベビーカステラって言ったら多分なんかみんな違うベビーカステラ思い浮かべるかな。私は倉田商店さんのベビーカステラが好きなんですよ。そうでも倉田商店さんなんてそんな実名っていうか会社名言うわけにもいかないしと思って、ちょっとそうそこはちょっとあの削りいちごって言いました。はい、そうてかラーメンのツイートしたらレイちゃまがいいねしてくれたちゃんと来てね。えでもひだちゃんになんか本当に全然関係ないところで、その終わった後に MC の後にひだちゃんに、えね富山のラーメン屋さんなんて名前って聞かれましたえ来る気持ちあるのと思ってそう嬉しいと思って、そうそうそう普通になんか場所かそこで言われるよりそうやって裏で言われてなんかお来てくれるのかなと思って嬉しかったです。さあミラーボールじゃなくてなんだっけ、ランキング言いますね、すいませんね、もう58分らしい、もうなんか喋りだしたら止まらないから明日も喋るね、また、1位コウスケ、8位さん、ありがとう、お城タワーありがとうございました。あの恥ずかしかったらぜひインスタのあれにでも、今ストーリーズに質問箱で募集してるので、あのぜひ待ってます、今日良かったよって思ったところ。2位サプライズレバーさんありがとうございます。3位パンダさんありがとうございます。4位サクタロワット今日も最高のパフォーマンスでした、ありがとうさんありがとうございます。5位マックメイクさんありがとうございます。6位クジラさんありがとうございます。7位タケニーさんありがとうございます。8位山内さんありがとうございます。9位ヨンチョマルさんありがとうございます。10位カートピョンズさんありがとうございます。11位ベベモンさんありがとうございます。12位すみちゃんさんありがとうございます。13位ともゆきさんありがとうございます。そして本日のラッキー8位は
ドゥ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 パターさんです、ありがとうございます。ね、本当に1時までやりたい配信。いや本当、まあご飯食べなきゃできるんですよ。もうプラス、まあ1時間は無理かもしれないけど、もうプラス何分か。でも2時間踊ってお腹が空くので無理です。ということでまた明日喋りますので、明日夜配信しますね。明日の夜またよろしくお願いします。それでは最後にキャッチフレーズはしないですけれども、しますね。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春。ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで3887人の皆さんに聞いてきてお届けす。じゃあありがとう。今日の夜ご飯は今日のお昼っていうか夕方5時ぐらいに出たお弁当をいただきました。ごちそうさまでした。あのなんかエビ新醤みたいなやつが美味しかったです。とっても柚子が好きなんで美味しかったです。それではおやすみなさい。みんなおやすみ、ありがとう。公演バイバーイ。あ、 TikTok 撮った。バイバーイ。